はい、こんにちは。日本建築と憲法座談会の時間になりました。今日は、久しぶりですが、また、理科系の謎ののぼうさんに登場してもらっています。のぼうさん、そういえばこの間、はい、話したのは確か、緊急事態条項、緊急宣言、選挙の後。そうですね。その復習をまず少し、はい、のぼうさんの方から。もう多分自民党のホームページとかそーっと探るとどっかにきっともう書いてあって、で国会に出てきた時、いや前から言ってたよってまた言うだろうと思うんですけども、会見の話で一緒にね、そのこっそりと緊急事態条項っていうのを入れてくるだろうと。でまあ緊急事態条項入れられたら憲法なんてのはもうそのもの全部なくなったのと同じだから、全権委任法だから、これに対してはもう緊急事態なんだ、こっちの方が緊急事態を宣言するというのが前回でしたね。そうでしたね。まあこの緊急事態条項っていうのを憲法に入れる入れない、憲法でそれで会見で変えるとかそういうんじゃなくて法令でもできちゃうんですよね。もう閣議決定で作るんじゃないですかね。で法令で閣議決定してれば参議院、衆議院両方とも今圧倒的多数ですから強行採決。今まで通り戦争法とか係争法とか秘密法とか共謀罪とかみんなね、ほとんど審議をいい加減にやって全部強行採決ですから、できますよね、うん、完全に。そして北朝鮮がミサイルを移動してさあ撃つぞみたいなことになったら緊急事態宣言なさいんですよね。出ますねきっと、うん、そうするともうそこからね、まあ本当に第二次世界大戦のドイツのナチスと同じように独裁が始まるわけですよね、はい。緊急事態宣言というのは国会を通さなくても内閣が、法令作ってで国民それに従わせるっていうんですから、でもうほとんど何でもできちゃうわけですよね。これナチスがやってた全権委任法とほとんど変わらないですよね。だから憲法にとって、だから憲吉さんにとって今非常に危機な、はい、時期ですね。そうです。日本国憲法っていうのはですね、先の世界大戦の反省から生まれてますのでね、明確に国粋主義を否定してるんですよ、うん、そして国際主義を推進している憲法が日本国憲法なんですよ、全文なんです。で日本国憲法全文は世界で唯一世界平和を謳っている、うん、こう崇高な憲法なんです。これをまず変えちゃいけないということで私は運動を始めたんですけど、どん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 その活動をしていく中でさらに険しい民主主権の危険が安倍政権下においてどん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 こう強硬的に採決されてきて、そして今まさに緊急事態条項が作られようとしているこの状況で、私たち民主主権を叫ぶ人たちによってのネットワーク、心のネットワークだけじゃなく実際的にデモをやったりいろいろとね、こう提言したりして動いていかないといけないと思います。でまあ今日は日本国憲法全文じゃなくて日本国日本憲法の話っていうことなんですが、いいじゃないですか、全文からいきます。全文から、いや、まあ、全文簡単に話しました。はい、あ、そうですか。はい、要するに、国粋主義をして、うん、そして国際、そう、世界中の国と等しく共有しみたいなのが入ってますよね。はい。で、本当に唯一ね、世界平和を願う憲法で、世界憲法とも言われ、理想憲法とも言われてる。そうです。普通ね、憲法って自分の国の中の話しかしないのに、ちゃんと他の国と平和にやっていきましょうというのを入れてるという点ではね、画期的ですよね。おっしゃる通りで、ありがとうございます。多分そういうところが嫌いなんでしょう、安倍さんは。そうでしょうね。ね、仲良くしてたら戦争できないですもんね。積極的平和主義とか言ってますけどね。あれ積極的戦争主義ですよね。あ、ちょっと脱線させていいですか。いいですよ。オーエルって人が1984年っていうのを書いて、うん、でニュースピークっていうのがあって、そのダブルミーニングいっぱいあるんですよ。なんかね、心理賞っていうのはね、歴史を改ざんする賞だったりね、愛情賞はなんか、うん、すごい拷問したりするようなところだったりする。だからだから
なんだ積極的平和主義、もうもろにそのオーウェルの1984年世界そのものですよね。あのそのたあの僕が作ったら忖度省というのも作りましょう。あ、忖度省いいですね。外務省の代わりに忖度省とか最高ですよ ね、 ね、アメリカのことだけを忖度する、うん、やりたい放題で。あ、いやいや、まあまあ、それで憲法はあれですよね。あのまあ実は私なんかだとその全面的に全文を今のままでいいとは思っているわけではないんですが、ただあの安倍さんの願うような方向に変更する気は全くないので、某民主党の人が言ったようにとにかく自民安倍政権の望むような改憲には全部反対。私は基本的に安倍政権もしくはあの、もしくはじゃなくていわゆる日本会議の息のかかった人たちにね、よるいわゆる国粋主義者にたちによっての改憲というのはそもそも全文に基づいてませんので、やっちゃいけないことはと思ってます。いや思ってますじゃなくて信じています。ただあの一応憲法の中に何番目だっけ、96条でしたっけ、あったあった、この憲法の改正は各議員の、総議員の3分の2以上っていうのがあって、その後国民投票って書いてあるんですが、安倍さんはなんか国民投票言い出しましたよね、うん、であの国民投票って今のところ最後のこう相撲で言えば徳田原って言うんですけど、足がこう土俵際にこう指一本引っかかってるような状況で、うっちゃりでやられそう、うっちゃりじゃないか、押し出されそうなところなわけですよ。そうすると国民投票が最後の砦というか最後の戦場になりそうな気はするんですよ。私あのこの文章を読んでね、いつもちょっとまだ理解してないところがあるんですけど、この過半数っていうのは、はい、いわゆる投票数の過半数なんですか、国民総数の過半数なんですか。いいところをついてきますね。あの実はここ書いてないので、自民党的にまたは安倍政権的に自公維新希望的に考えれば投票総数の過半数を考えてるんじゃないかとすると、投票率 10% ではだったら国民の 5% ぐらいが改憲賛成するとできちゃうんですよ。今だからそこがこの国民投票のものすごいあの脆弱ポイント、原発で言えば安全装置がないっていう感じの、だからそこの安全装置をつけるのが今早急にというか、まあ3週間前にもっと言っておけばよかったですね。あの改憲に対するいろんな決め事がまだうやむやなんですよ実は、うん、これをしっかりまずあの法律で定めなきゃいけないことからやるはずですよね。やってほしいですよね。そうですね。もうもし改憲するっていうならば、その96条に関して全部そのこれに準じて法律を作ってそれを承認してもらわないと困るんですけども、例えばですね、もう極端な考え方をすれば、各議員の総議員の3分の2以上っていう時には、例えばあのそれ合計して3分の2以上っていう言い方をしそうな不安なくはないですよね、うん、合計したらだって衆院の方が大きいから、衆院のせいでもう参院がどんなに判定しても3分の2超えちゃうかもしれないし、 でももう 今の時点で参院は3分の2超えてますから、まあ、どっちも超えてますけどもね、うん、だからあのもともとこれもっと法文自体をですね、あの隙がないものにするべきだったと思いますね。本当にあの憲法が自分だとすれば自分自身の存立基盤を危うくする法文なんだから、そんなに簡単にね、あの自分の存立を揺るがすようなものは入れとかない方が良かっただろうなと思いますけど、うん、まあしょうがなかったんですよね。まああのこう国民投票に移る前にその憲法改憲に対する法令的ないわゆるこう改憲手続きですね、うん、手続きね、それをまずねちゃんと法令で決めてもらわないと困りますよね、まあでもまあ最初の話に戻りますけど、私国粋主義者たちによる改憲発議っていうのは、これは今の日本国憲法全文から言えば犯罪者が自分の犯罪が犯罪じゃないというためにあの法律を変えるようなものなんですよ。これはね絶対許してはいけません。そうですね、あのとにかく本来国民が政府を縛るために作ったのが憲法なのに、
その憲法政府が変える、政府が国民まだ誰も変えたいって言わないうちに、いや政府はこれは必要ですから変えますって言って我々にこう押し付けてくるのは無法もいいところですよね。そうですね、泥棒がこれから泥棒するから刑法変えとけよっていう、その通りです、その通りです、やってることですよね。ですから皆さんも積極的にですね、街頭に立ったりですね、デモに行ったり集会に行ったり勉強会に行ったりして、あと身近な皆さんに自分の周りにいる人にですね、どんなに危ないことなのかをですねちゃんと伝えていただければなと本当に思います。このちょっと憲法改憲に関してちょっと次の週でもまたちょっと話しましょう。はい、では今日はそろそろこの辺で、はい、短めに、はい、では未来を信じることで終わらせたいと思います。まず憲法改悪阻止、憲法改悪阻止、阻止主権、国民、民主主権を守ろう、そう我々の人権を守ろう、頑張りましょう、生きること、それこそが民主主義だ、そうだ、ではまたねー、またねー。